北海道日本ハムファイターズファイターズガールです。はい、本日は天気も風がすごいね、すごいでも太陽は暖かくて、はい、はい、気持ちいい天気となってますね。はい、はい、そうですね。皆さん今日も一日よろしくお願いいたします。本日、はい、メイン MC を務めさせていただきます、はい、五十嵐明と谷口しおりです。よろしくお願いします、はい、早速昨日の、はい、試合は見事逆転勝利しましたね。皆様のご声援のおかげですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、なんといっても昨日の注目選手は、はい、背番号26番の、はい、あの選手、皆様、はい、ありがとうございます。早かったね、早かった浅間選手、はい、ということでプロ一軍初と、デビューですね、はい、はい、しました。初といえば、うん、いろんなことが初だったんだよね。はい、うん、例えば初ヒット、初ヒット、はい初ヒットそして初盗塁、初盗塁、かっこよかったよね、はい、足速かった。そうですね、うん、で初得点と、初得点、さらにからの初ヒーローインタビュー、はい、よかったよね、初尽くしだよね、はい、まあ、初めての出場だから全部が初で当たり前なんだけどね、ヒーローインタビューもしっかり受け答えもしてくれて、はい、とても、ね、初めての感じはしなかったです。活躍されていました。おめでとう、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 すみません、ちょっとさアクシデントですね、すみません、失礼いたしました。はい、すみません、はい、天気も絶好調ということで、はい、ということで、はい、そうなんですね。でもう一人ヒーローインタビュー忘れちゃいけない、武田正尚です。そう、武田正尚です。札幌ドームでは今シーズン初勝利、初勝利ですね、ということで、はい、やっぱね、ベテランでということで安定のピッチングを見せていただきましたね、はい、はい、今日もね、ヒーローインタビュー聞けるといいなと思います。はい、頑張りましょう、はい、応援よろしくお願いします。そして今日は、はい、いろんなことが最終日なんですね。ゴールデンウィーク最終日ということで、うん、そうなんです、はい、牛がごめんなさい、失礼いたしました。はい、先月の28日から行われてました、はい、テラスで開催されていますドラゴンボールブースも、はい、本日で最終日となってしまうんですね。そうなんです、4月から、はい、4月の後半のね、そうですね、ちょっと前最終日がね、はい、声張ろうか、声張ろうか、皆さんぜひドラゴンボールブースではいろんなイベント開催してます。例えば はい、お願いいたします。そして、はい、私が一番注目したのは、うん、キッズダムにあるあの大きな竜見たよって、今いらっしゃいますか。大きな竜って言った瞬間すっごい恐怖きた見た人いますか。いますね、ありがとうございます。すっごく大きくて、あの、うんうん、全長7メートルもある大きな竜なんですね。そうなんです、はい、大谷選手 3.5 人分ぐらい、まあ、ちょっと分かりにくいけど、はい、あの最初リハーサルの時にシェラトンじゃなくてシェラトンって言いましたから、ホテルかって突っ込んでました。まあ確かに高いって意味では一緒ですけども、シェルノっていう竜なのですけど、あの竜は実は3つのお願い事叶えてくれるんですね。3つで贅沢だよね、はい、3つは、ね、はい、じゃあ1つお願い事お客さんに聞いてみますか。聞いてみますか。お願い事ある人、あ、何かな、頑張れ。お願い事は、お願い事は可愛い。何なの？何かな？今日のファイターズが勝つことかな。なんだろう。今日はファイターズが勝つことです。おが勝つこと、これをまず一つ目ですね。はい、もう一つ、
お願い事あること、いないかな。いないかな。それではガールに聞いてみようかな。よし。では、あやめをお願いします。願い事は日本ハムファイターズが1位になることです。ファイターズが1位になることですね。ラストもう一つある人。あ、もうお兄ちゃん。いいねいいね、はい、行きましょう。お願い事お願いします。早く陽大館選手が治る。おー優しい。ありがとう。ありがとうございます。陽大館選手せっかく戻ってきたんですけど、はい、怪我してしまってちょっとね心配なんですけども、はい、早く大館選手戻ってきてくれることを私たちも願いましょう。はい、はい、ということで皆さんもぜひ下の方にね、はい、白戸、あ、白戸じゃない。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。白戸に会いに行ってください。はい、お願いします。はい、はい、そして、はい、今日は最終日ってさっき言ったんですけども、実は今日はある方のお誕生日なんですね。はい、松井幸妃さん、前に一歩出ましょう。はい、今日は、松井幸妃の誕生日ですので、皆様、ぜひ一緒にハッピーバースデーを歌っていただいても。お願いします。お願いします。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユキヒー、ハッピーバースデートゥーユー。一言もらおうか。はい、はい。今年の目標は元気よく踊るです。はい、はい、それではありがとうございます。ありがとうございます。ではここで私たちのダンスナンバーを披露したいと思いますので、はい、皆様一緒に Go ファイターズでお願いします。一度は聞いたことあるかなと思う曲なので、手拍子も一緒にお願いいたします。それではいきますよ。せーの、 Go ファイターズ。呼んでいます。そのスペシャルゲストを今探してるんですけども、どこかな、ゲスト、ここにいるかな。あれあれ、遠くから手を振る皆様、左手側をご覧ください。あ、来ました、ボリー。あー、来てくれた、ありがとう。
森の中で生活をしているんだけども、はい、実は今日はファイターズの応援に札幌ドームにいつもダンスを踊ったり皆さんと一緒に写真を撮ったりしてファイターズのことを一生懸命応援してくれてます。いつもありがとう。ありがとう。はい、今日はファイターズガールとポニちゃんと一緒にコラボしたスペシャルダンスを披露したいと思います。はい、はい、ポリ準備は OK？ はい、 OK。 はい、今日も可愛く決めてくれました。それでは皆さん行ってみましょうか。行ってみましょう。一緒にコールをお願いします。はい、今日のコールはどうしますか。どうします。私がはいポリーっていうのでその後にポラリスって言ってもらってもいいですか。はい、お願いします。恥ずかしい恥ずかしいはい、では行きますか。はい、せーの、ポラリー。10時半から2組目の別のチームが来ますので